写真拡大。広島阪神、8日、マツダスタジアム。阪神の近本浩二外野手が初回、三塁前にバント安打を決め、通算141本目の安打を記録した。この回、一死走者なしで打席に立つと、広島の先発ジョンソンに対して、2ボールから3球目、143キロの直球を三塁前に転がした。三塁メヒアも捕球しきれず、お手玉する間に一塁に到達した。これで7試合連続安打。通算141安打で、3位タイで並んでいた高橋由伸、巨人を抜き、新人単独3位に立った。シーズン残り16試合。長嶋茂雄、巨人が1958年に記録した、セリーグ記録の153安打も視界に捉える。だが、西一、塁の二塁走者で飛び出し、牽制してで好機を潰した。